写真拡大。ソフトバンクのデニス・サファテ投手が自身のツイッターを更新。同僚で昨季までロッテに在籍していたジェイソン・スタンリッチとのツーショット写真を公開し、僕たちはこの男を連れ戻して引退セレモニーをプレゼントする必要があるんじゃないかなと綴っている。現在はリハビリ部位の経過観察のため一時帰国しているサファテ。自身のツイッターでスタンリッチとのツーショット写真を公開し、今日この男と会ったよ。彼の家族と共に時間を過ごすのが楽しみなんだ。日本で長い間プレーして昨年引退した。成績とチームへの献身とは別に、彼は常に日本の人たちのために一生懸命だった。彼のことは兄弟のように愛しているんだと、熱い絆で結ばれていることを綴った。スタンリッチはソフトバンク、阪神、ロッテで NPB 通算75勝68敗をマーク。古巣再復帰となった2014年には10勝、翌年も10勝を挙げるなど活躍を見せただけに、僕たちはこの男を連れ戻して引退セレモニーをプレゼントする必要があるんじゃないかなと伝えていた。フルカウント編集。